オブジェクト消去機能をオンにすれば、写真から簡単に不要な部分を消去できます。はい、ズキです。前回こちらの動画でちらっと触れましたが、国内版、ドコモ版の Galaxy S21 Ultra 5G が届いていますので、改めて開封していきたいと思います。これまで私のチャンネルでは、グローバル版の S21 Ultra 5G を開封レビューし、ズームロック機能の検証などもしていますので、ぜひ合わせてご視聴ください。改めて、Galaxy S21 Ultra 5G、かーい。ふぅ。少しね、めくれちゃってますが、本体は一旦置いといて、箱の中には、内箱があって、その下には何もありませんね。いつもでしたら AC アダプターとかイヤホンが入っているんですが、本シリーズからは同梱されなくなっています。内箱にはギャラクシーの文字とともに SIM ピン、そしてデータ移行用試供品 USB Type-C to Type-C ケーブル、その説明書とクイックスタートガイド、ご利用にあたっての注意事項。同梱物は以上の通りです。ケース類は入っていませんのでご注意ください。なお同梱ではないんですが、外箱にくっつける形でこちらマイクロ SD カードリーダーが添付されていました。今回の新 Galaxy S21 シリーズはマイクロ SD カードスロットがなくなったことでいろいろと物議を醸し出していますが、一応今回私が購入した S21 ウルトラにはこういった付属品がありました。でもやっぱりマイクロ SD カードスロット欲しいところですよね。本体を見ていくと、ピリピリピリ。海外版はファントムブラックを選びましたが、国内版はファントムシルバーにしてみました。カメラ部分もピリピリピリ。はい、どうでしょうか。ブラックの方が落ち着いてていいと思うんですが、シルバーは玉虫色、七色に色味が変わります。そして海外版にはなかったフェリカのマークとともに、みんな大好きドコモのマーク。下部にはちょっと見づらいかもしれませんが、グローバル版はサムスンとなっていますが、国内版はギャラクシーと記載があります。ピリ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 。一応搬送用の保護フィルムは剥がしても、その下にこちらも試供品ではありますが、ディスプレイ保護フィルムが貼られています。そしてギャラクシーというと、側面にも保護フィルム、保護シールが貼られているのが有名です。それではアレキュイズイン。はい、来ました。初期設定していきます。はい、ドコモの初期設定が始まりました。設定しないと進めない仕様となっています。初期設定でホーム切り替え、ドコモライブ UX か OneUI ホームが選べます。ドコモのライブ UX の方が慣れているという方はこのままでいいと思うんですが、そうでない方は OneUI ホームの方が扱いしやすいと思います。はい、塗覆もしっかりいますが、長押しで非表示とします。ファーストタッチ。はい、とてもスムーズです。ストレージは初期状態で 256GB 中 35.29GB、 13% 使用中となっています。結構圧迫してますよね。しかもシステムで 31.94GB です。ちなみにすでにいろいろ使ってインストールしていますが、グローバル版の S21 Ultra 5G はシステムで 49.59GB 利用しています。ただしグローバルでは国内版の倍の 512GB モデルが用意されています。海外版と国内版、開発者向けオプションでメモリ部分を比較してみると、海外版、グローバル版はメモリが 15GB、 そして使用が約 5.2GB なのに対し、国内版はより低容量の 11GB なのにもかかわらず 6.4GB 使用中となっています。このあたり、もしかしたらキャリアアプリがメモリを食っている可能性があります。その他の国内版、海外版の違いとして SIM トレイを取り出して比較してみます。はい、グローバル版はデュアル SIM に対応しているのに対し、国内版はシングル SIM 仕様となっています。海外版と国内版の違いをチェックしたところで、国内版、ドコモ版 Galaxy S21 Ultra 5G のおすすめ初期設定変更を見ていきたいと思います。先ほど UI の変更をやりましたが、ホーム画面を長押しして出てくるウィジェット設定で、このアイコン設定をホーム画面に表示させることで UI の切り替えが、はい、楽になりますので、どちらが自分に合うか試したい方は表示させておくと良いと思います。続いて同じホーム画面で
デフォルト設定だとアイコンが少し大きく感じるので、ホーム画面を長押しして設定からホーム画面グリッドをデフォルトの4対5から5対5に変更します。個人的にはこのサイズが一番使いやすく感じますが、4対6や5対6もありますので、自分に合ったサイズを試してみてください。ホーム画面設定ではアプリ画面グリッドも変更できます。アプリ画面については、私はより小さいアイコン表示となる 5×6 にしています。なお、このアプリ画面はホーム画面から上にスワイプすることで表示させることができますが、ホーム画面設定のアプリ画面ボタンをホーム画面に表示をオンにすることで、いわゆるドロワーボタンを表示させて移動することもできます。ただし、このボタンは移動できずに右端固定になるようです。アプリ画面を表示させない、いわゆる iPhone ライクな画面にするには、ホーム画面設定の一番上レイアウトで変更できます。レイアウト、グリッド関係の一番下にあるフォルダグリッドについては、フォルダに収めたアイコンのグリッドを変更する設定で、初期では 3×4 ですが、 4×4 に変更することもできます。続いて文字入力設定を変更します。設定の一般管理、ギャラクシーキーボード設定から一番上部の言語とタイプに進むと、はい、現在の設定はどちらもQWERTYとなっているので、日本語をフリック入力に変更します。3種類のフリック入力を選べますが、慣れると10キー8フリック入力が楽になります。10キー8フリック入力は日本語入力オプションでカスタマイズすることもできますので、適宜自分の打ちやすい文字に変更すると良いと思います。角度調整も3段階で可能になっています。なお、プレイストアから G ボードをインストールし、設定で有効にすれば Android スマートフォンユーザーの多くが使っている G ボード入力を使うこともできます。G ボードをインストールして有効化しても、一般管理のキーボードリストと初期設定項目で標準キーボードを簡単に切り替えることができるようになりますので、両方使ってみて自分に合う方を標準とするといいと思います。最後に、カメラで撮影したものから不要なものを削除する、いわゆる消しゴム機能についてチェックします。 Galaxy 純正のギャラリーアプリから対象となる写真を選んで鉛筆マークをタップします。そして右上に表示されるラボ、こちらをタップするとオブジェクト消去機能のオンオフ切り替えができるようになります。これによりオプションに追加されたとのことです。ここをタップすると不要なものを消去できますと表示されました。タップして消去する対象をタップすると、少しカラーが反転しています。消去、はい、対象物がかなり大きかったのでやや影が残ってしまっていますが、もう少し小さい対象物であれば綺麗に消えるかと思います。もう一度やってみます。撮影してギャラリーから対象となる写真を選んで鉛筆マーク、一番右の消しゴムアイコンをタップして消したい対象物をタップ、消去、はい、今度は割と綺麗に消えたと思います。上書きするかメニューからコピーを保存するか選んで保存することができます。はい、ということで国内版ドコモ版の Galaxy S21 Ultra 5G を開封し、グローバル版最上位モデルとの違いを比較、そしておすすめの初期設定を見てきました。 Galaxy についてはこれまでも様々なおすすめ設定をやっていますので、ぜひ合わせてそちらもご視聴いただければと思いますが、 S21 シリーズについても今後 Galaxy をもっと便利に使う設定変更をやっていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。ではまた。